大洗港周辺の空中写真。1986年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。大洗町は、茨城県中部の県央地域に位置し、太平洋岸にある町。茨城県の海岸線のほぼ中央に位置する港町で、茨城港大洗港区を有する。 トマコマイコーとの間に定期フェリーが就航しており、首都圏と北海道を結ぶ海上交通の結節点である。年間約440万人が訪れる茨城県有数の観光地でもあり、アクアワールド、大洗や大洗祖前神社、大洗シーサイドステーションなどの観光、商業施設、北関東最大の大洗サンビーチ、海水浴場等で知られる。 2012年に放送されたアニメ、ガールズパンツァーの舞台になり、いわゆる聖地巡礼スポットとしても注目されている。農業や沿岸漁業も盛んで、アンコウシラスハマグリ、クレナイアズマ等の農水産物や、その加工品が特産物。また、東海村と並んで、多くの原子力関連施設が立地する。 現職町長歴代町長大洗海岸夕暮れの、茨城港大洗港区大洗駅を起点に、町内の名所等を回る、コミュニティバスの海遊号大洗港、フェリーターミナルバス停に停車する路線2等大洗、インターバス停に停車する、路線アクアワールド、大洗上磯の鳥居大洗シーサイドステーション。大洗冬の名物、ンコーナ鍋大洗名物、 密談後駅弁北関東随一の海水浴場を有する大洗町は以前より県内屈指の観光地として栄えた町だったが2012年放映のアニメガールズンパンサーでその舞台が大洗町と設定されると同作のヒットとともに町の知名度が急上昇した同作には町にある実在の建物や店舗がいくつも登場しており そこを目当てにした全国のファンが舞台となった街を訪れる、いわゆる聖地巡礼という形で退去して観光に来るようになった。これに対して大洗町及び関係各所も積極的な姿勢でタイアップを行った。地元の祭りに関連コーナーを設けるのみならず、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線によるラッピング車両、商店街各店舗に キャラクターのポップの設置、さらには自衛隊による実物の戦車の展示まで行った。近年はアニメによる町おこしがしばしば行われているが、その中でも最も目覚ましい成功を収めたと言える。鉄路での町の玄関口となる大洗駅構内の観光案内所では、各種戦車や大洗鹿島戦車両の模型、ガルパン関連のご当地グッズなどが各種展示されており、 グッズは売店で購入することができる。ありがとうございます。